どうも、今日はですね、ちょっと真面目な話をしたいと思います。まあ長くなってもあれだから超端的に話すね。もうすぐクリスマスということで、クリスマスプレゼント企画を開催したいと思います。で、今回は10万人記念の時にしたプレゼント企画があるじゃん。あの時のキーホルダーがめちゃめちゃ評判よくって、もう一回プレゼントさせていただけたらなと思います。応募条件はツイッターからなんですけど、詳細はツイッターを見てくれたら嬉しいなと思います。ということで本編入っていきましょう。はい、どうもピューキーです。今日もトロールコースは一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、イエーオールドメタカッコトロールということで、超古いということでしょうか。まあ投稿日自体はね、約半年前ってそんなに古くないんだけど、ギミックが古いっていうことなんかな、どうなんだろうね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.93% でさ、その前にちょっと一つだけいい？最近めちゃめちゃ複雑なコメントもらったんだけど、僕の動画を見てるのを親に見られて、その人見るのもうやめなさいって言ったらしいんだよね。すげえ複雑な気分、どうすればいいこの気持ち。会話じゃだ。まあこの気持ちをね、パックンフラワーにぶつけさせていただきました。どうもありがとうございます、パックンフラワー。なんかここにカラーのゴールが出てきたね。この近くの枠は成敗されたでござる。いや、この上実はなんかあるんじゃないの。うわ、なんもないか。じゃあここ下から行くんじゃないね。実は上から行くのが正解っていうことでもないね。まあまあ、わさびはこの辺でいいでしょう。ここからトロールキング、トロキングの実力の見せ所さ。なんか今ドアの下からさ、ツタが出てこなかった。で、僕気になったんだけど、これスライディングで抜けれないかなと思って。いけるさ、マリ、君がスライディングをさ。まあまあそういうこともあるさ、マリ。何かにつまずいて転んだんだろうね。恥ずかしがらなくていいよ、マリ、僕は知ってるから。あー、ここは死に体験って感じ。なかなか面白そうな死に体験だね。右上の針に当たらっていう感じか。いや、まさかのだね。耐久と見せかけて実は耐久しないでもいいみたいな、ご褒美に大漬けを食らった気分だね。避けてみせるぜ、こんな腹ごと君よ。パラシュートは全然読めない。どこに出てくるか、なんかふわふわしてるじゃん。着地地点絶対読めないよね。そういや、最近思うことがあって、僕ってね、動画の中で結構笑ってることが多いと思うんですよ。まあツボが浅いのはしょうがないとして、でもそれをね、今後控えようかなと思います。なんかそれによってテンポが悪くなるみたいな、なんかそんな気がするんだよね。だから今日はマジで笑うの禁止でいこうかなと思います。ここはどこだ、真ん中。毒リバーン。いや、しれっとさ、ここのキノコ当てたのすごくない？さっきは一回がありやったやんか、こんなところで。ドケハだ。じゃあここは早く行こう、ドクルムが襲ってくるから。そして上、ここも襲ってくるから早く行こうか。早く早く。あー、ここまで襲ってこないのね。そしてこのチョロプーは何だろう、一旦倒しておいていいのかな。そしてここファイヤーフラワーがいる。え、どこにファイヤーフラワー、これは、え、どういうことだろう。あ、下に矢印が書いてる。もしかして下の針の下にファイヤーフラワーが隠されてるってことかな。手当て。じゃあこの矢印のところにファイヤーフラワー出るの。うわ、出るのか、こんなところで。わかるか、こんなの。もうすべて焼き尽くしてしまう。この怒りをこのファイヤーボールに込めて。あ、間違えた。まあどうせさ、あの四角のわけ、どうせ僕気になるとか言って後で叩いてたんじゃない。まあ間違えてよかったよ。何かあるとは思ってたけどね。そしたらこのまま先にあの氷、え、あの氷溶かせんくらい。いや、なるほどね。左下のバブルを出して先に進むと。いや、これいけないかな、これ。ギリギリでどうかならないから、この辺でちょびちょびしてファイヤーボールを出すことができれば。ガリガリくん。いやさ、いつかのアンチ的なコメントで、この人テンション高すぎて無理っていうコメントがあったんだけど、じゃあテンションを低くして今度から喋ろうかな。そしたらさ、その人も見てくれるっていうことに繋がらないかな。だから今からテンション低く言ってっていいかな。あ、ここキノコを取ってこいって書いてるね。じゃあ戻ってみる。そしたらさ、うん、いけるんじゃない、ガリガリに当たって。あ、無理か。なんかオーノーって書いてたね。オーノー。ダメだ、こんなこと続けてったら俺が俺じゃなくなる。ドラゴンボールの魔人ブーみたいなこと言うけど、サタン早く逃げるんだ、俺が俺じゃなくなる前に。ブー、大丈夫か、俺が俺じゃなくなるって何なんだ。サタン、いいから早く逃げるんだ。アッス、あのピオキング、こっから先スーパーピオキングになっていくぜ。はあ、スーパーサイヤ人4。そしてこっから、うわー、ダメだった。そりゃみんなって言われるわ、こんな動画。
絶対頭おかしいやつで悪い自分も息子とかおったらもう見させないかもしんない。こんなのがここ、いやいいのこれ、左おしっぱになんか違う気がしない、絶対連れて行かせてくんないでしょ、頼む行かして、行きたいのはそっちじゃないんだよ。じゃあさ、あのガリガリの下、ちくわブロックが隠されてるんだろうね。だからここはジャンプしてちくわブロックが落ちるのを防いでおく。そしてチビになって中間ポイントが取れると。やったはいはい、やったはいはいちょっとやばい、押さえておこう。これ以上変なことしたらやばいやつでバレてしまう。さあここはハテナブロックを叩いた瞬間一旦右に逃げてみようか。そしてあ、ここのキノコを取って、はいどうもこんにちは、からどの間に入っていく。さあどんどん進んでいきますよ。ここはジャンプって書いてる、何もしない、それでいいんだろ。エンジェルフラワーって思ったんだけどさ、ここの青い土管と緑の土管絶対中間戻しだよね。だから青い土管と緑の土管マジで気をつけた方がいい。チェックポイントに取ったあたりぐらいからさ、さっきと違うやんかー。ジャンプしてブラパを防いでおけっていう感じ。あー隠しブロックがあるのか。じゃあここはちくわブロックで降りると思いきや、僕はちくわブロックより先に早く行く。あ、なんか足場あるね。え、このまま右に進んでいいの？ダメやん。慌てるな、ピオキング。下に足場があるのが分かった。そして、P スイッチが鳴るのも分かって、毒沼の中にさ、コインがあるよ。P スイッチが鳴りやんでから行けばよかったんだね。あれがブロックに変わるっていう感じでしょ。だが、この先、普通に進まててくれないよな。あっ、あっ、あっ、あっ。みんなひらめいたね。賢すぎる僕を見て。ここ下に行くと思いきや、右にジャンプしてみようか。それで全てをかわすっていう企みだね。うますぎる。さあ、このドアに入っていこう。何？ウォッピーはいいけど。え、何？なんかしてくる？キノコ？いや、あのキノコが罠だよ、きっと。あれを取らせようとしたんだよ。だから、キノコなしではこの先進めるはずさ。シャーブルーブルーブルー何やってるって思ってるでしょ。こうやってしたら滑舌が良くなるみたいだから、たまにやってるんだよ裏で。あれ上なんかフラワーって書いてたっけ。この状態で先に進めるんでしょ。うわ大丈夫かな。右のブロック壊れてくれる。いやっていうことはさ、フラワー取ってこいってこと。さっきキノコじゃないで、キノコの後にフラワーが出たんから、これ死に耐久だな。いやいいよ、ここでやっと死に耐久をさせてくれるっていう感じだね。いやこれ言うこと聞いて、なかなか言うこと聞かないな。いやこれ、いや難しいかもしれない。いや2個は成功したんだ、あと1個成功させれば簡単にクリアできるはずさ。頼むバリ行ってくれ。死体救命陣ここでしっかりと見せないとな。ノーカットで、ノーカットでお届けするよ僕は、絶対にな。くっくっくっあの1個がマジで難しい。いやほんとむずけよこれ、全然言うこと聞かないんだよねマリーが。いやあの一個さえ乗れればね簡単にクリアできると思うんだけど。来ました、さあここで針にやられることができました。死にたい救命陣を舐めるな。ここでキノコを取るでしょ。そしてその後待ってみる、そしたらフラワー出てきてくれるんかな。あー出てきてくれるんだね。さあこれでやっと進めるのか。やっぱ違いますよみたいなのはやめてよね。オッケーオッケー。さあそろそろチェックポイントにもね僕待ち遠しいんだけど、あのハテナ叩く、いやあんまり叩きたくないんだけど、叩いた瞬間入ってみようか。横まで。さあ戻ってきたよ。もう一回死に耐久をしてね、この状態で死に耐久するのめっちゃきつかった。じゃあ何もしないでドアに入る。これでチェックポイントには、あなんかまだっぽいな。一体何もしないでおこうか。そしてここは早く右に行けっていう感じでしょう。まあここでツタが出るのを待っておこう。そしてこのカノンの甲羅も吐いてちゃブロックを出してしまうから脱ぎ捨てなきゃいけないね。そしてこの四角絶対叩かない。端っこから、え左真ん中でよかったみたいな。あっいや全然よかった。えもう焦らせんだってびっくりするじゃねえか、ブラパが出てくるみたいなさ。上たくさんいるな、ブラパ。ここ隠しブロックあるんじゃないのか。大丈夫か、取らせてくれんのか。あの中間ポイント頼む。やったね。そして右は、なんもないの。全然かゆいかゆい、中間通ってるから。じゃあ左でいいの。左ってピースイッチがあっただけだよね。あやっぱりそうか。あ右土管があるよ。うまい具合に隠してやがるぜ、あの土管を毒でまでさ。そして今度はゆえ USA、 えこの上はも
しかして USA を取ってドクロリフトに乗っていけってこと？どうなんだろう。でも怪しいよね、 USA キノコをわざわざ取らせてくれてドクロリフトで上に上げてくれるっていうのがさ。だからこの状態で右の土管にある、これで正解なんじゃない？ほらね、やっぱり USA いるって書いてる。そして僕はここで何もしない。オッケー、ナイスリッチャージ、たまには役に立ってくれるじゃねえか。そしてここは一旦爆弾出しておく。多分ブロックがなんかあるよ、きっとあると思う。そして次は右もブロックがあるのか。あのブロックを壊して右に進めっていうことだと思うけど、この先も行けないよね。これ蹴って行けってこと？頼む。うますぎでもないね。この先どっち？まあ右行ってみようか。こっちが正解なんじゃない？多分右のドア入れないもん、時間的に無理だよ。そしてここで USA を取って先に進めると。さあ進んでいきますか。さあ何が待ってる、そろそろゴールがあってもいいんじゃないのか。いやー、どういうことだ、考えろピオキング。あそこ左のさ土管も絶対チェックポイント戻しだと思うんだよね。だからさっきバネが出てきたから、そのバネにボム兵を乗っけて多分行くと思う。この上に、上に行って、なんで自分が上に行くの。いや、どの辺でバネ上げてくれるか分かんないよね。一旦この切れ目のところ行ってみる。切れ目のところで。いや違うんだって、中間ポイントに戻されなかっただけまだいい。じゃあここで投げて何もしないでみる。ここで運んでくれないかな。何やってんの、ちゃんと上まで来いよ。なんでそんな中途半端なところでうろうろしてんの。もう、いや左が正解っていう可能性あるくない？もうこっちにかけようか。頼む、さっきと何か違うパターン来てくれ。ちょっとブロック邪魔なんだ。さっきと一緒に中間ポイントに戻すパターンなのか。いやー、一旦さリンクを避けてみる。リンクを避けて、あ、この下から行けばいいんじゃない。あこんだけでよかったのか。てっきりさボムをバネに乗せると思ってた。そしてここどっちだろう。下からチョロプーが出てくるから、一旦さ右のブロック壊しておこうか。そしてこのまま右に走ってあのドアに入る。これで正解でしょう。頼む、ゴールはもうそろそろなんじゃないのか。ん、これは左。キノコを手に入れてこいって、キノコどっかあったっけ。左にずっといれば落ちてくるみたいな。頼むって、こっちまで来ててレール乗ってるじゃんか。キノコそれさ、もしかしてこの土管はチェックポイント戻したんかな。頼む、違うで合ってて、トライアゲイングっていうことは、ここもしかしてチェックポイント戻した。何度目だよこのチェックポイント戻しは。いい加減に成功。よしよし、これでゴールできるんじゃない。ここで左を進化しとけばいいってことでしょう。頼む、あのバネやらないようでしょうか。他の罠が来るとかないよな。そしてキノコさえ来れば僕はもうゴールができるんだ。頼む、早く来てくれ、あのバネに当たりそうで怖い。え、なかなか来ないね。オッケーオッケー、そしてこのまま右に行けばゴールできる。しゃがんでいこうか。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。ヨニさんがマリメ1で作成してた配置ということで、いやすごい難しそうなコース見つけてきたね。まあサムネを見る感じ、ピーチャーを2回するだけのめっちゃシンプルなコースなんだけど、あの針の間をくぐり抜けていくのがすごくきついと思うんですよ。正直できる気がしません。ただ見つけてしまった。そしてこのコースからこう言われてる気がする。できないなら別にしなくていいんだピ。ざけるな、そこまで言うならクリアしてやろうじゃねえか。という戦いきさつでこのコースを選んでしまいました。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.21%。 あー、遊ぼうしちゃった。このコースのためだけに何時間収録する羽目になるんでしょうかね僕は。絶対ふずけ。ただ僕がこのコースをプレイすると3分以内にクリアできる自信があります、編集入れて。まあ一番右この場所で大ジャンプしても、まあ上の針に当たらないよね。こっからとりあえずピーチャーしてみようか。まあこんなもんやろ。まず普通にピーチャー成功させよう。上に行けたら上に行けたとき考えよう。うわ、やっぱこうなってしまうよね。あの間絶対むずけえもん、くぐり抜けるの。だからまずピーを踏んでもなるべく遅めにジャンプしろっていうことだよね。あ、いけたいけた、これがなかなか幸先いいんじゃない。希望が持ててきたね。このコース意外と早くクリアできるんじゃないかなって。いや、あとあのピースイッチ踏むだけだよね。いけるいけるぞピオキング、お前は数々の一発マリオやるたびに上手くなってるんだ、自信を持て。はい、うわ
そんなものが制作者よ。このコース僕はちゃちゃっとクリアできません。いやもうちょっとのような気がするんだけどな。上の P のところまでは結構簡単にいけるようになってるんだけど、ここのジャンプ調整がマジでむずい。ただ僕が黙れば確実にクリアできるっていうことを証明してみせましょう。見ててみんな。フラグだから、みんな正直なこと言っていい？ただ P ジャンを2回するだけのコースで喋ることなんてあんまりない。ゲーム実況者失格。じゃあゲーム実況者やめちまえ。嫌だね。ふざけるな、そろそろ集中しようか。3分以内に終わらせるって言ったもんね。くわ、おっしゃ、絶対今の言ったと思った。1回目のピーちゃんは簡単にいけるんだ。2回目も同じ要領で言ってみろ。あるよいな。超集中モード。なんなんだそのやられ方は。30分経ちました。鬼畜だねこのコース。なんかね、2個目から全然上に行けないので、結構やって気づいたことがあるんだけど、最初の P スイッチの場所に行くためにここでジャンプするじゃん。でここのジャンプって上の針ギリギリに当たらないような5マス分のジャンプになってるんだよね。だからこのことによって、まず最初の P スイッチ、あそこの左側まで思いっきり寄ることができるんだよね。だから結構簡単に2個目の P スイッチまで行きやすいと思うんだよね。ちょっと分かりにくいかもしれないけど、見てて。この5マスより低いジャンプでも P スイッチって踏むことができるんだよね。でもそうすると P スイッチの奥の方まで行けないから、次のステップに進めないみたいだ。だからまず最初に P ちゃんを成功させた後、上の針ギリギリに当たらないようなジャンプ調整が必要になるっていうことだと思う。はい、ということで今日はここで終わりたいと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。本当に難しい。いやこれ、そのさ、ジャンプ調整5マスちょうどでさらに P ちゃんを成功させるってマジで鬼畜だからね。全然いける気がしないもんこのコース。本当に過去一難しい P ちゃん。わっわっわっ、やだ。うわ、めちゃめちゃビビった今急にいけて。いや、よかったよかった。めちゃめちゃ長い戦いでした。あと数回してたら絶対動画になってなかったよこれ。これね、マリメ持ってる方ぜひやってほしい。超やばいよ。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。